こんにちは。今日はですね、もうアジサイの目出し越えということでやっていきたいと思います。これがアジサイにとって開花前の最後の作業になります。やっチャンネルで年間を通していろんなことをやってきました。お花が終わったら剪定やって、お礼越えをやりました。で、アジサイのこう色を出すために秋にもちょっと肥料を与えてみたり、寒越え与えてみたり、で、いよいよ3月新芽が動き始めました。ここでもう最後の総仕上げなんですよ。アジサイあと2ヶ月とか3ヶ月すると咲いてきますよね。その開花のため最後の作業、ついでに青に咲かせたいとか赤に咲かせたいなって皆さんそれを考えながらやってきたと思うんですよ。なので専用肥料、僕が、まあ、常にね専用肥料を使って色を出すっていう方法がおすすめですよってやってきたので、まあ、今回もその総仕上げっていうことでねやっていきたいと思います。これで咲かなかったらもう分かんない分かんないね。植え替えもやったし、肥料もやったし、剪定もやったし、全部やってきた。最後の仕上げやっていきたいと思います。行ってみましょう。どうぞ。アジサイもやっぱり品種によってね新芽の出方が変わってきます。で、こちらは PW さんのクリスタルベールかな。まだそんなに動いてないかな。で、こっちの方が新芽が随分出てきていますよね。で、もう一つ持ってきます。これは12号鉢だからあまり持ちたくないんですけども、舞姫っていう品種になりますね。絞りの入った綺麗なアジサイになるんですけども、これなんか全然出てませんよね。で、ついでにじゃもう一つだけ持ってきます。これがハワイアンブルーっていうアジサイですね。シンプルにこうブルーの綺麗なアジサイが咲いてくれます。お花が咲いてくれます。これが一番うちにあるアジサイの中では芽が出てるかななんて。で、まあ、要するに地域によって新芽の動き方とか成長の仕方で品種によっても違ってきますので、まあ、うちと比べてみてね、違ってても全然普通ですよってことがまず一つ。さあ、そうすると危ないね。いよいよ、まあ、本題なんですけども、肥料の与え方っていうのはもう専用肥料、これが一番なんですね。で、僕は赤に咲かせたい場合はもう1年間通して赤専用の肥料を使ってますし、ブルーに咲かせたい場合はブルーのタグを刺して1年通してブルーの肥料を使い続ける。で、こうしないとね、赤使ったり青使ったりしたらアジサイ何色に咲いていいかわからなくなっちゃう。そうすると思い通りのアジサイの色出せないと思うので、まあ、そこだけ注意ですね。はい。で、今回これ肥料の与え方はパッケージの裏に書いてありますのでね、オリジナルのやり方をしないで説明書通り基本通りに肥料を与えてあげるんですよ。はい。基本がどれだけ大切か、基本通りやっていれば大体基本的にお花ちゃんと咲いてくれますので、基本がとっても大事になってきます。はい。で、今回もこれ与えていきます。で、12月から2月寒越え、これ動画出しましたね。はい。で、寒越えちゃんと与えました。しっかり与えました。で、今度は新芽が芽吹いてくる、3月になってきて暖かくなってきて新芽が動き出す頃ですよね。早いものだと新芽出てます。で、その頃に与えるのが3月から5月の芽出し越えなんですね。で、今日大事なのがその芽出し越え。寒越え与えました。で、まあ、寒越えまだ効いてるとは思うんですけども、これからより成長する。で、さらに専用肥料は土壌改良ができるんですよ。だから青に咲かせたい、で、肥料を与えると同時に専用肥料を使って土壌改良してあげる。で、より青に咲かせたいんだったらもう青に完全に青に咲かせるよっていう最後の仕上げで、これを与えようと思います。
はい、で3月から5月新芽が出る前にって書いてあります。新芽出ちゃったじゃんね、新芽出ちゃったんですけども、あのあんまり気にしなくていいです。はい、新芽が出る頃、出る前とか出る頃にやってあげれば、はい、全然いいと思います。で、まあ、パッケージ親切にいろんなこと書いてあるんですよ。こうやって、なので、まあ、その通り与えてあげればいいかなと。とっても簡単なんですね。じゃあ例えばこれ10号鉢です。10号鉢だと追肥 25g で大さじ山盛り1杯、よくわからないと。で、大体肥料って女性の方だと一握り 20g から、まあ、25g ぐらいで、男性だと 30g から 35g ぐらいなんですよ。ということは、じゃあ僕は男性です。で、一握りが大体 30g 前後になるので、10号鉢 25g 与えてください。一握りから一握り弱ですねっていうのを株周りにまんべんなく撒いてあげると。僕右利きなんですよ。なので右側から、右手の方がいい、もうずっとやりやすいと。で、新芽折らないように気をつけてください。今ちょっと危なかったですけど、これも花芽が出来上がってるのでね、はい、新芽折らないように気をつけてあげる。じゃあこれは万華鏡っていうお花で青に咲かせます。で、10日ぐらい前に僕2月のアジサイの様子ってことで動画出したんで、ちょっとこの万華鏡の様子写真見てください。はい、で、わずか10日前なんですけども、まだ新芽そんなに成長してないですよね。はい、で、実際に、まあ、今どれくらいかなって言ったら、はい、だいぶ10日間で葉っぱが開いてきました。で、これは何色に咲かせるのかな、あれ、これはタグがない、青に咲かせようとしてたんだっけな、おかしいな。クリスタルベールは確か青に咲かせようと思っていたはずなんですね。なのでこれも青の肥料を与えますって。これもまあ同じですよね。例えばじゃあ88号鉢です、これ。そうすると 15g 右手にしましょう。軽く半分ぐらいかな。これをパラパラ巻いてあげると。そうするとこれから成長早いんですよ。で、早い品種だと5月の下旬ぐらいから咲いてくれるかな。はい、で、雑草なんかもすごく伸びてきます。これ抜いてあげましょう。雑草に栄養取られちゃったりとか、雑草ばっかり伸びちゃってね、成長の邪魔しちゃうといけないので、雑草ちゃんと取ってあげると。皆さんもアジサイ雑草だらけの方もいると思うんですね。なのでちゃんと抜いておくと。じゃあこれは舞姫っていう綺麗な絞りの入った品種です。開花したらお見せします。これは12号鉢で、10号鉢で 25g です。12号鉢は一握りちょっとだから適当ですね。うん、 30g ぐらい。だから男性だったら一握り、女性だったら一握り半ぐらいかなっていうね。はい、でね、さっきもお伝えしたかもしれないんですけども、専用肥料は肥料の成分の他に土壌改良効果もあるんですよ。で、土壌改良効果って何かなっていうと、pH の調整、土の pH の調整をしてくれるので、青に咲き分けたり赤に咲き分けたりってしてくれるので、まあ、何にしても専用肥料が一番いいかななんて思います。で、
高齢地植えの場合なんですけども、あの地植えでも寒肥を与えた方に関しては与えなくて大丈夫です。はい、鉢植えってどうしても土の容量が限られちゃってるから、結構ね年に3回4回固形肥料を与えたりするんですけども、地植えの場合はお礼肥、お花が終わった後にお礼肥して真冬に寒肥与えてあげるだけでいいんですよ。ただ雪が降ってたとか寒肥与えるの忘れてたって方はまだなんとか間に合うかな。有機肥料または新芽がもう動き出しそうだなとか動き出しちゃってる方は、僕は個人的にこれがいいかなと思ってるんですよ。まあ、これというか有機化成肥料で、有機肥料がこれが 70% 以上入ってるのかな。有機肥料 70% 入ってますっていうのは、有機肥料って微生物に分解されてゆっくりゆっくり効く肥料が 70% です。残りの 30% は化成肥料で、化成肥料は雨とか降ると水に溶けて速効性がある肥料なんですね。だからそのね、寒肥を行っていなくて、まあ、今からやらなきゃいけないどうしようって思ってる方は有機化成肥料なんかいいんじゃないかななんて思うんですよ。はい、そうするとね、もう新芽が動き出してます、先に化成肥料が混ざってるから化成肥料が先に早めに効いてくれます。で、有機肥料が 70% 入っているので、そっちはそっちでじわ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 長く時間をかけて効いてくれるっていうので、まあ寒肥与えなかった方は有機化成肥料っていうのがありますので、まあバランスは様々ですよ。有機のバランス、これは 70% ですけども、まあ8割でも9割でもいいですし、はい、なんていうやり方をすればいいんじゃないかななんて思います。で、うちはもう動画出した通り寒肥終わってるので、もうこのまま放っておくと、で、あとは咲くのを待つだけっていう簡単な作業になりますので、はい、で、いよいよですね、いろいろやりました。アジサイ咲かないって方もいたので、僕も1年間を通してアジサイの作業ね全部出してきたつもりでいます。はい、なので、まあ、僕実際に満開に なる頃お見せします。全部お見せします。で、実際にこうなりましたよ、咲きましたよとかね、あれこの品種はお花が少ないなとか、まあ、ありのままをお見せします。はい、ということでこれもう最後の作業ね、目出し越えっていうことでやってみました。はい、ということでもうこれで全部終わり。あとは今水切れ早くなってますね。葉っぱが展開してくるとどん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 お水を吸うようになります。で、真冬の間はあまり土乾かなかったと思うんですけども、この気温の上昇とともに成長してくると水分吸います、ものすごく吸います。だから水切れだけは注意してください。で、土の表面が乾く前ぐらいでもいいと思うんですよ、アジサイの場合。で、乾く頃か乾く直前ぐらいにたっぷりと水を与え続けてあげる、日向で管理してあげる、はい、っていうのが、ね、理想なんだけど、あまり日当たりが良くないよって方でもね、アジサイ少し花数は落ちるかもしれませんけど咲いてくれると思いますので、はい、そんな感じで楽しみ。あと2ヶ月後3ヶ月後またお見せしたいと思います。終わろうと思います。運気が上がると風の噂が流れつつあるやっチャンネル、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。終わろうと思います。それではバイバイ。カレーだ、カレーだ、カレーだ、新芽が出てないとカレーだ、これもう枯れてますからね。まあ、カレーだは枯れてるか、どっちでもいいですよ。やらなくてもいいですからね。すっきりするんですよ、見栄えが。あ、ここ枯れちゃったんだな、枝が枯れ込んじゃったんだなってところをカットしてあげると。
やめた方がいいですからね。下手にこう新芽落としちゃうといけないから、あんまりこう分かんない場合はやめてくださいね。はい。まあそんな感じですよね。流木みたいでかっこいいですよね。流木みたい。楽しみ、万華鏡楽しみなんですよ。よ。新芽落としかねないですからね。新芽に当たるとこポロって取れちゃったら、せっかくこうお花が咲くところなのにもったいないから気をつけましょう。盆栽みたい、盆栽みたい。終わろうと思います。終わろうと思いますですよね。さあ、ちょっと葉っぱがね、葉っぱと花粉、花粉元を掃除しておいた方がいいっちゃいいかな。よ、楽しみですよね。一回ほら、冬で葉っぱ落としてリセットされてますから、またね、綺麗に咲いてくれるといいなぁなんて思いつつ、よ、ついておいで。はい、ついておいで。ここジャンプ、ジャンプ。よし、ヤンコのコーナー始まるよ。ほっちゃほっちゃ、お手。はい、上手すぎる、上手すぎる。水がない。ほっちゃん、もう一回あげるかね。追い越さなかね。ほっちゃん、ほっちゃん、お手。すごいうまいじゃん。どうじょじいちゃんです。どうじょ。なんかさ、もういつもここで撮影してるからわかんない、もう麻痺してるかもしれないけど、お花すごいね。自分が麻痺してる。お花すごっ。水の川黒早っ、早っ。なくなっちゃった。こうしてにゃんこはお家へと帰っていきました。おしまい。おし、あ、かわいい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 で甘やかされて育ち続けた結果、もうね、やっこちゃんかわいいでやんす。かわいいちゃんです。かわいいです、この体勢が。おしまいって、本当にニャ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 って。よいしょ。かわいいちゃん。ブスやね。花粉が嫌やね。
にゃんこの花粉症もあるのかな。にゃんか、そっか、おしまいやね。行きましょう。